はい、アイウッドテレビジョンのモモツです。この度どこでもまるでテレビ局を開局しました。どういうことかと言いますと、通常だとこの後ろの背景ですね、にグリーンバックを入れないと、後ろの背景を変えて合成することができなかったんですけれども、この度、シンプルクロマティという形で、スマートフォン、今スマートフォンで、撮ってるんですけれども、こういう自撮りで撮りながらこういった動画を送っていただいて、それを背景加工する、グリーンバックじゃなくてもうこういった形、できるだけまあ後ろ、単色の方がいいんですけれども、まあ、これくらいのものがあったら全然問題ありません。ただ、まあ、この洋服と後ろの色があまり同じような色にならないように、ちょっとこれ今日は黒で、後ろの背景がネイビーなんで若干微妙なんですけれども、今ちょっとこれテスト中です。こういった形で、今までだったら、我々が撮影に行ってそこで、グリーンバックを持って行って、もしくはこちらの天満橋スタジオまで来ていただいて、グリーンバックを設置してですね、時間を合わせないといけなかったのが、なんとこの度本当に普通に、簡単に自撮りで撮っていただいて、その動画を送ってもらったらこちらの方でこのような加工をするような形で、サービスを開始したいと思います。まあ、あんまりこう長々と喋ってても、あれなんで、1分から、まあ、5分ぐらいの動画という形で、このシンプルクロマキに関しては制限させていただきますけれども、そういった形で今後、低単価で、普通にこう、こうやって自撮りで普通の動画を、配信するんではなくって、やっぱりちょっとこう後ろをスタジオチックにしたりとか、海外に行ってるイメージをつけたりとか、まあ喋ってる内容に合わせたような、背景を入れて配信してみませんか。それとですね、ショートムービー CM というものも、この度始めました。これは何かというと、これも一緒ですね、わざわざカメラマンが向こうへ行って撮影して撮って帰ってきて編集するというよりも、もう今もこのスマートフォンで動画だとか写真っていうのはすごく解像度のいいものが、できるようになってます。もう本当に一般のスマートフォンの画質がすごく良くなってるんで、下手したら、業務用のカメラと、まあ望遠とかになるとどうしてもその差は出てくるんですけれども、これぐらいの至近距離でだったらもう全く、遜色ないです。はい、だから、自分らで撮ったその写真を、まあ、できるだけ写真の方が綺麗に見えるんで、写真を、その秒数に合わせた、枚数を送っていただいて、このサンプル動画みたいな形で、自社の、まあ、商品、お店、サービスなんかをちょっと PR していければなと思ってます。で最後に、店長とか社長とかオーナーさん、こういった方の、商品やお店にサービスに対する、こだわりですね、そういったものをこういう動画に収めていただいて、それも送っていただいて編集して、お渡しするっていうサービス、まあ、そういった形で、素材をいただいてそれを、編集するっていう形になるので、すごく安価で、通常カメラマンが行ってっていうよりもかなり安価で、質のいい編集を心がけていきたいなと思います。ぜひいろいろご相談いただければなと思います。ホームページを見てまた、お問い合わせください。またアユートの、LINE の公式アカウントがあります。そちらの方に登録していただくといろいろ、キャンペーンだとか、割引、似顔絵の、プレゼントだとか、
ちょっといろいろな企画を考えてますので、ぜひそちらの方にも登録してください。よろしくお願いします。